どううもすすまませんチャンンピオンシップ出走場一等ずつにつにいいいてしゃべってっこうと思います右下のところコンセンド S ということで本命馬不在の当たる気がしないレースですねで、まあ、土曜日のトースポ杯2歳ステークスとかだったらまだキャリアが浅い未知の馬たちということでパドックを見てみたら意外とすんなりコントレールで大丈夫だなっていうふうになるようなそういったことはあるんですが まあこのメンバーたちっていうのは走ってきてる馬たちなんで、まあ、パドックを見ても結局はどの馬を本命にしようかっていうふうに答えが出そうにないそういったようなメンバーですね。それでここのメンバーの中では G1 を勝ってる G1 馬はいるんですけれどもこの馬は強い横綱クラスだっていうようなそういったような強い馬が1頭もいないんですよね。まあ、G1 はまあ色々と かみ合って勝ったっていうようなそういったような g 1馬たちばかりですしまあ今回はもしかしたらその重賞未勝利馬とかでもですね勝ててもおかしくないそういったような力関係でそこまで大差はないかなっていうような感じですね今回は超一流ジョッキーや一流ジョッキーが結構いるんですがそのジョッキーたちがですねこれはっていうような感じの馬に乗っていないっていうのも難しくしてますし 外国人ジョッキーに関してはですね、日本で乗りに慣れてるジョッキーたち以外は結構この京都の外回りの坂の上り下り4コーナーの鋭角な感じとかですねその辺で、まあ、少し割り引いて考えなきゃいけないようなジョッキーもいたりなんかしていろいろとその難しくする要素が多いかなというような感じではありますねそういった苦しい中で僕はモズ・アスコットを選んだ理由はですね このモズア・スコットはですね、内田博之騎手や堺流隆盛騎手でもある程度動いてたんですよね。で、和田騎手はですね、やっぱりあまり動かせない、終えるっていうような感じでもないんですけれども、ただ堺流隆盛騎手や衰えがある内田博之騎手と比べるとですね、同じぐらいな技術かなっていうような感じですんで、そう考えると、モズア・スコット うまく位置取りと展開がはまれば能力はありますんで一発あり得るんじゃないかなっていうふうに思ったところとあとは京都の外回りですんで和田騎手乗り慣れているということでそれで坂の下りのところですねそこでうまく勢いつけて多少雑でもいいタイプの馬でもあるんで一旦足が溜まってそこの4コーナーの下りのところで出すタイミングさえ大,大胆にでもいいんで 間違わなければ、そうすればある程度伸びる可能性があるなっていうふうに思ったところはありますし、私はですね、G1 とか重症とか大舞台で、気遅れすることがないというかですね、思い切りのいい起乗することが結構ありますんで、そういった部分ですね、まあ、条件戦でも G1 でも特に大きな変化がない上況というところもあって、ま、ザつはずこと,とも右回りのこの京都の外回り、乗りやすいタイプの馬ですし、 さらにですね、土曜日の京都競馬場の競馬を見てたら、まあ、うちの方から構想する馬も至っちゃいたんですけれども、まあ、外差しの展開にモロになるようなそういったような競馬も多かったですし、まあ、末足が確かな馬だったら G1 でもあるんで外差しが効く可能性もありうるかなっていうようなところでそういった意味で穴馬として狙ってみようかなっていうふうに思ったところもあります。ちょっとこの、 モズアスコットもですね、この秋参戦調子が良かったのに、かわいそうな結果になったようなレースもあって、まあそろそろ馬のためにもですね、シュボバーとして箱をつけるために結果残してほしいなっていうような気持ちもあるんですよね。まあ特に初戦だって毎日王冠なんかかなり雑な競馬でして、まあ後方の外外を回って直線の入り口かなり置かれて、そこから差し返すように伸びてきて、 かなり際どい馬券圏圏内のの近くのところまで来てたんですよねですからあれだけ能力を余してたっていうところでまああれなんかもう4コーナーである時最高峰からでもいいんで内拉致沿いに近いところ通ってそれで直線向いてから落ち着いて外に出してれば余裕で3着はあったっていうような競馬だったんでまあそう考えると、まあ、やっぱり馬も実力ほど結果を出せてなかったそういったようなかわいそうな部分もあるんでまあこの辺で。 何か、もざすことにとっても、運のいい結果が出てほしいなっていうような気持ちもありますね。続いては、パパ、コースレース展開について考えていきます。天気予報から多分、両ババで行われるとは思うんですが、今週から C コースに変わって仮作をつけたんですけれども、そこで、うちの方をカバーして仮作をつけてるのにもかかわらず、意外とう名の方の 馬打ちつきでうちの方から抜け出して勝ったようなそういったようなレースもあったっちゃあったんですけれどもでも、まあ、素足が確かな馬で直線外目から自分の力を出せたような馬っていうのはですね力のある追い込み馬だったらそれなりの競馬をすることが多かったんで。 そう考えるとですね、外出しっていう可能性がですね、結構あり得るかなっていうふうに思ってますね。で、特にマイルの G1 でもあって、マイルの G1 って逃げ馬が苦戦するレースが多かったりだとか、逃げ馬先行馬に関しては、自力がないとですね、なかなか乗り切れないっていうような、そういったようなレースも多いんですよね。で、さらに今回のような馬場ということを考えると、 基本的には差し追い込み馬が絡んでくる可能性は高いかなっていうふうには見てますね。さらに外枠にダノンプレミアムがいますんで、まあ、多分ダノンプレミアムは逃げたくはないとは思うんですけれどもでも2番手3番手とかもしくは後位あたりからですね早めにっていうのはそういったようなスピードとセンスを生かすような形で競馬したいと思いますんでそう考えると外目から ダノンプレミアムが押し上げる感じというか、外から引っ張るような感じになると外目から進出したり外目から追い込んでくるような馬がハマる可能性もあり得るかなっていうようなイメージもできますんで、まあ、そういったような感じで印をつけていたところもあります。どの馬が逃げたそうか、先行したそうかなんですが、まあ、ここはいかにもな逃げ馬っていうような感じの馬がいないですね。 でダノン・キングリーは前走出遅れたんですけれどももしかしたらある程度いいポジションを取る可能性あると思いますねガンチャーレこの辺なんかは後位、まあ、もしくは先行っていうような感じの作戦を取ることが多いですねマイスタイルはですね、まあ、この馬に関しては、まあ、基本的には今は刺した方がいいかなっていうような感じはあって前走なんかも刺してるんですが このメンバーだったら内枠ですし、逃げる可能性あり得ると思いますね。あとは、インディーチャンプなんかは意外と先行するほど多いですね。フィアノ・ロマーノはダッシュつくかどうかわからないんですが、先行する可能性あると思いますね。あとは、アル・アインなんかは、ある程度ポジションを取る可能性あると思います。で、ダノン・プレミアムですね。ダノン・プレミアムはある程度先行したいんじゃないかなっていうような感じはありますし、 外を回るのを嫌って出した結果逃げるっていうこともあり得るんでしょうけれどもただ多分逃げたくはないんじゃないかなっていうふうに思うところはありますねでエメラルファイトこの辺なんかもポジション取りたいかもしれないですしレ園団霊園団に関しては、まあ、前走を追い込んだんですけれどもルメール騎手たまにこういう力の劣るような馬の時に思い切って行く時ありますんで ポジション取るる可能性はあり得ると思いますねそれでそういうふうに見ていっても逃げそうな馬ということに関してはこの京都外回りマイルで逃げてすごくいいっていうような感じの馬も見当たらないですしまあちょっとダノンプレミアムあたりが逃げた場合だと有利に競馬進める可能性はあるんですがまあ、それでもまあやっぱりその京都外回り というコースを考えるとですね素足が確かな馬はそれなりの競馬する可能性は高いかなっていう風に見てますんでとなるとやっぱり差し馬追い込み馬の中から選んでみたいなっていうような感じにはなっちゃいますねそれでは右の方から一頭ずついきますダノンキングリーダノンキングリーに関しては毎日王冠の結果分析でも言ったんですが毎日王冠に関してはまあ、あの後方から直線だけで 差し切って力が違うとかそういったような感じの評価してる人多いんですけれども僕はそうではなくて出遅れて逆にラッキーだったっていうような競馬と捉えてます、まあ、あの毎日王冠の感じの馬場と展開の中で中途半端なポジションを取って行為の外とかそういったような競馬をしたら足がたまらなかった可能性もあり得ますし 勝ち切るのは難しかったんじゃないかなっていうようなイメージのそういったようなタイプの馬がダノン・キングリーですねああいうふうに腹くくって後方で直線だけの競馬をして負担の少ない形の競馬なんですよねああいう大胆な競馬っていうのは意外と馬は競馬しやすいところがあるんで、まあ、そういうような中で他の馬たちもそんなに伸びなかったっていう中でダノン・キングリーは自分の足を使って追い込んで差し切ったっていうような競馬で。 ま直線も33秒台の足使ってるんですが、東京っていうのは今は上がりが早くなりがちの馬場でもあるんで、まあ、全然特にびっくりするような足でもないですし、そしてさらに、戸崎騎手が乗ってましたんで、戸崎氏はオイル動かせるジョッキーでもありますんで、まあ、あれだけ綺麗に決まった理由っていうのはそこもあるかなっていうような感じですね。ただ、 やっぱりですね、ある程度自力がないとできないことではあるんでやっぱりダノン・キングリーに自力があったということも確かなんで、まあ、そういった中で今回は力を出し切れれば構想はするだろうけれども力を出し切れるイメージがどういうふうに湧くのかっていうところから入らなきゃいけなくてダノン・キングリーがこの内枠でどういう競馬で構想するかイメージがつきますかねそこなんですよね。 右回りりででで内枠で構想したパターンで言うとサツキショーがありますね。その時ダノン・キングリーは好意で足をためて内目の方からスッと抜け出してっていうような形で接戦になったんですけれどもその時の競馬を見てダノン・キングリーは道中ちょっと行きたがる感じに近いような行きっぷりの良さがあったんでそう考えるとマイルぐらいになった方が折り合いもつけやすく乗りやすいそういう風に想像するかもしれないんですけれども 意外とですね、2,000m の競馬とマイルの競馬ってですね対応の仕方が違ってくるというか、まあ、基本的に皐月賞ってマイラーも構想しやすい条件なんで 1,600m から 2,000m の皐月賞に距離を伸ばすこのパターンは構想できうるそういったような可能性が高まるんですけれども逆にですね 2,000m で競馬した馬がマイルに転向となるとですね ちょっとまた違ってくるところがあってマイルの競馬っていうのは特に G1 っていうのはですね特殊なレース展開になることも多くて 2,000m で足が溜まってた馬がマイルに変わると足がたまらない可能性もありうるんですよね。で、まあ、今年のですね函館スプリントステークスかキーンランドカップの時に何とかの馬について喋ったんですが。 1004ぐらいで走ってた追い込み馬がですね、1200メートルのスプリントのレースになった時、そういった時に足が溜まらないことがあるっていう風に言って、実際にそういう風に足が溜まらなかった追い込み馬がいましたよね。で、そういったような感じで、レースの質っていうところでですね、足が溜まる、溜まらないっていう風になる馬もいるんですよね。ですからダノン・キングリーは道中、ああいうような感じで折り合いに不安がある,あるから、 マイルの方が折り合いがつきやすいとかそういう風に単純に考えるのは危険なタイプかなっていう風に思うところがありますそれと毎日王冠のパドックで馬体を見た時にサツキショーダービーからの成長があるように見えたかというと僕には成長があるように見えなかったんですよねで足の筋肉なんかはいいんですけれども多少胴体周りがボリュームが足りないというかですね 足と胴体のバランスがあんまり良くないような足の方が浮き出てるような感じもあったんでまあ、多少その馬体全体の見た目的に華奢なイメージというかですねまあなんか迫力が足りないなっていうような感じもありましたんでそうなってくるとさらにこのマイルでもしスピード勝負になったりなんかしたら乗り方として足をためるのが難しくなる可能性もありえるかなっていうふうに思いますし 前走の満員カ馬みたいに最高峰からもしくはせめて中段よりも後ろから足を溜めてっていうような負担の少ない乗り方をするんだったらたまりやすいとは思うんですが強引な形で競馬をしたりあとはポジションを取り過ぎたりなんかしたらもしかしたら足がたまらない可能性もあるかなっていうようなところでだいぶ人気してて1、まあ、番人気か2番人気になりそうな感じになってますんで。 ちょっと僕は人気には見合わない馬かなっていうふうには思いますね、まあ、ただ他の馬たちもですね強いわけではないのでそう考えるとダノン・キングでリーでも足りる可能性は普通にあるので手広くだったら押さえておいた方がいい馬かなとは思うんですが皐月賞と同じような競馬ができるっていうふうにあんまり過信しすぎるのは危険かなっていうふうに思ってますねそれともう一つ印象が悪いのはですね 最終追い切りがポリトラックだったんですよね。ポリトラックはオールウェザーですね。人工の素材なんですけれども、まあ、僕は何度か言ってるんですが、僕はポリトラックのコースは廃止した方がいいぐらいに思ってるんですけれども、まあ、それは足先のスナップが効きやすかったりだとかするのも理由なのか、馬体のバランスが崩れたり、あとは馬の迫力が出ないような、そういったような馬が多かったり、まあ、追い切った後に馬体面に 悪いい方に変化がが出るる馬ちちょくちょくくんですよねでダノン・キングリーは春の時もですねダービーの前とかも多分ポリトラックで追い切ってたとは思うんですけれども、まあ、その時は結構その馬もフレッシュでボリュームもあってっていうような感じだったんでそこまで響かなかったかもしれないんですがもしかしたらこの秋は響いてくる可能性もありえますしまあ他の州ですね 他の州ではウッドチップでやったりなんかして最終的に最終追い切りで負担をかけすぎないようにポリトラックっていうような感じなのかもしれないんですがまあ僕は逆にそういうのがマイナスに出る可能性もありうるかなっていうふうに心配してるタイプなんでまあ今回ダノンキングリーは問題ないのかもしれないんですけれどもただポリトラックがマイナスに働く可能性もあるっていうふうに頭の中にあってまああんまりいい印象を持てないっていうところもありますね。 グアンチャーレ。グアンチャーレは、まあ2歳3歳の時から活躍してたまで、本当に息の長い活躍をしてきましたね。ただ、順風満帆という感じでもなくてですね、結構成績は凸凹だったかなというような感じなんですが、まあそれは好不調の波があったり、あとは条件があんまり合わなかったり、ジョッキーと手が合わなかったりとか、そういったような時期もあったかなというような感じで、まあそういった中でも、 ここに来て大きな衰えがないどころか、どんどん馬が成長してるぐらいなんですよね。スクリーンヒーロー3区で、スクリーンヒーローっていうのはモーリスなんかもそうだったんですけれども、結構万星の馬がいるというか、成長力のある血統でもあって、このガンチャーレも本当に力をつけてきてるぐらいかなっていうような感じがありますね。で さらにですね、このガンチャーレっていうのは昔からですね、京都が大得意で平坦コースが大好きな馬なんですよね。ですから数々の好成績を収めてきてますし、まあ、さらに出来も今回追い切りがかなり良かったので、内枠引いて足が溜まりやすいですし、これはだいぶチャンスかなっていうふうに思って、僕はですね、土曜日の京都の競馬を見る前は本命にしようかなっていうふうに思っていたぐらいなんですが、 ただそういった中で、土曜日の競馬を見たら、まあ、内目の方から立ち回る馬がそこまで有利になることがイメージしにくいような、そういったような競馬もあって、さらに G1 となると、まあ、そう簡単に小細工が効くかっていうようなところで、それでちょっと印を大分下げたっていうようなところがあります。まあ、松岡騎手は、まあ、ちょっとここ数ヶ月あまり調子が良くなくて、 動かせないようなレースもあるんですが、ただ、まあでも、この枠で、これだけグアンチャーレが条件揃えば、誰が乗ってもある程度いいけばできるかなっていうふうに思って、かなり好印象を持ってたんですが、とにかく、やっぱり、ババと G1 っていうレースをイメージすると、狙いきれなかったっていうところがあります。ただ、まあ、ある程度、 位のポジションで足を溜めて直線で真ん中どころ外っていうような、そういったようなオーソドックスな進路が取れた場合ですね。その場合だともうこのコースだったら、ジョッキーの差もそこまで出ない可能性もありえますんで。でまあ、そういう意味でまアナマとしては抑えておきたい。馬かなっていうような感じがありますね。かなり魅力がありますね。マイスタイル、マイスタイルもですね。このまも人気ないんでしょうけれども。この馬？ 結構強いんですよねでそういった中でやっぱり田中一春騎手はなかなか結果を残せなくて重賞を勝った時もうまく乗れてなくてですね逃げてて後ろの馬に早めに直線でかぶせられてそこを馬が自力で差し返したっていうような競馬なんですよねですから、まあ、そういった意味で、まあ、全くの凡走を差したこともありますし馬はいいんですけれども田中一春騎手がプラスある。 になれる可能性は低いというととうころでなかなか本命は打てないっていうところがありますしまあちょっとここのメンバーを考えると逃げる可能性もあって、まあ、2,000m とかで逃げるとかほ、まあ、他のコースで逃げるとかだったらまだ印とか重い印とかつけてたかもしれないんですけれども京都の外回りでマイルの G1 でさらに今の馬場っていうのを考えるとまあなんか 直線半ば以降で甘くなりそうなまあそういったような、まあ、このマイスタイル自体がちょっと集中力を欠くようなところもあるんでまあうっかりというかまあちょ,ちょっと油断馬,馬が油断したような感じになった場合ですねその場合だと他の馬たちが一気に割っときてそこで競馬が終わる可能性もあり得るかなというような感じでまあ逃げるとしたらジョッキーがある程度うまく乗ってくれないとっていうような感じがありますしまあちょっと。 っていうような感じになりましたね。まあ、ただ、前に馬を置いてですね、足を溜めて刺すっていうような競馬、それでまあ、変な形で強引に内をついて、外が伸び,る伸びる展開で内をついちゃったりとか、そういうようなことがない限り、前に馬さえ置いて回ってくれば、外に出せば伸びる馬でもあるので、 まあそういう意味で今の充実っぷりですね。まあ、追い切りなんか見ててもすごくいい動きしてますし、まあ、馬は全然勝ってもおかしくない馬かなっていうような感じなんで、まあ田中勝春機種がまあ、今まで以上にうまく乗れればっていうような感じはあるっちゃありますね。レッドオルガレッドオルガは全然人気がないですね。まあ、この馬も。 一発ああってももおかしくない馬でではあるんですけれどもね、まあ、例えば東京のマイルである安田記念とかだと男馬相手だとこういうタイプは多少割り引いて考えなきゃいけないかなっていうような感じはあるんですが京都の外回りのマイルチャンピオンシップは昔っからですね牝馬が好走すること多いそういったようなレースでもあるんですよね。ア、ま、ア、あ、アーモンドイイとかアイロリッドだったら 安田記念だろうがマリチャンピオンだろうが男馬相手も強いんですけれどもそれで、まあ、これだけ人気がない理由の一つは新人騎士の岩戸未来騎士が乗るということですね、まあ、岩戸未来騎士は岩田康成騎士の息子さんなんですけれどもまあでも1年目にしてはよく乗ってる方かなっていうふうに思いますし土曜日の競馬なんか見ててもですねかなり調子が良さそうで、まあ そこそこ上手くなってきてるなっていうような感じがありますしまあ自信を持って乗ってるというか、まあ、気持ち的に負けないところもあるみたいなんでそう考えるとですねハマった時にはそれなりに乗ってくる可能性はあると思いますねただ、まあ、やっぱり G1 で全然変わる可能性もありえますし G1 に飲まれてしまうっていうようなそういうような新人騎手になってしまう可能性もあるんで、まあ、そこは しょうがないっちゃしょうがないんですがまあでも、まあ、とにかく基本的には足を溜めて外への意識ですねそういうようなふうに乗っていればいいことがあり得る可能性はなくはないと思いますねちょっとお父さんの岩田康成騎手が全盛期の時に打ちつきで g 1や重賞でいい競馬しまくったところがあってそのビデオなんか見てると思うんで そのイメージで息子さんも打ちつきやっちゃう可能性もありうるんですよね。それはちょっとやめてほしいなっていうような感じなんですが、まあ、お父さんもいい時は良かったんですが、勢いがあって運もかみ合ってた時は打ちつき良かったんですが、その後打ちつきで逆に悪い方向に向いてっていう競馬も続いて、そこから調子を崩したような時もありましたんで、まあ、基本ですね、競馬の基本は外に出すっていうことなんで、特に 若手騎手で g 1ということになるとまずそこから始めないと、まあ、うちの方ですね、まあ、先週のエリザベス女王杯のラッキーライラックのスミオン騎手の打ちつきなんかあれ同じことやって伸びるわけがないので普通の騎手だったら伸びあぐねて終わるような進路取りなんで、まあ、とにかく基本に忠実に遠心力に逆らわないように流れに乗って外っていうのがベストですね。 まあこんなこと言っててもしかしたら偶然の偶然が重なって打ちつきがはまるような展開になる可能性もなくはないので、まあ、一応そう,そういうこともあるというふうには言っておきたいんですがであとレッドオルガの客室的なものですね、まあ、ちょっと左回りと比べて右回りの方が不器用さが少し増すかなっていうような感じで、まあ、4コーナー前後と直線の入り口ですねそこで 多少反応が悪くなったりずぶいところを見せたりもともと飛びが大きくて不器用な感じがあるんでそういうような感じになる時があるんですが、まあ、坂の下りから4コーナーの回り方ですねそこがスムーズにいってスムーズに加速できた場合だとそこまで響かない可能性もあるんで、まあ、平坦も伸び足が伸び始めればですね合うぐらいな馬なんで そういうふうにうまくスコーンと4コーナー前後ですねそこで加速がついて外っていうような感じになったらこのまま並んだら勝負根性もある馬ですし素足いい馬なんでハマってもおかしくない馬ではあると思いますねインディ・チャンプインディ・チャンプもですねこのメンバーに入ったらやっぱり能力的には上位になりますし ま本命にしてみてもいいかなっていうふうに思ったところはあるんですけれども、まあ、ただやっぱりその抜きんでたものがないというか安田記念を勝った時でも福永騎士は最高にうまく乗ってて最高にハマってるんですよね。足さえ溜まってスムーズにいけば自分の力を出してくれるこれっていうのはステイ・ゴールド・サンクの良さというか競馬に行っての良さがこの馬にはあるんですけれども。 まあただ、瞬発力もここではトップとまではいかないですしかといって強引な競馬をしすぎるとゴール前で甘くなるかもっていうちょっと尻足っぽいところもあるっちゃあるので溜めて直線勝負っていうような形だったら意外と長く足は使えるんですが、まあ、足の使い方が難しいイメージもあるんですよね、まあ、ただそれでもやっぱりマイルの G1 でもあるんである程度ペースが流れたり他の馬たちも 最高の切れ味を瞬発力を使えるとは限らないレースなんでまあタフさが増せば増すほどこの馬にとってはいいかなっていうような感じで他の馬たちが苦しくなるような展開で刺してスッとかわすっていうような競馬ができれば理想的かなっていうような感じはありますね前走の毎日王冠でゴール前で甘くなったことについて 距離が長かったっていうふうに言ってた人もいたんですが、距離は関係ないですね。この馬は全然1008ぐらいだったらこなしますし、というよりかは、さっきも言った通り、乗り方が難しい。ああいうふうに強引な強気な競馬をすると甘くなるようなところがありますし、さらに、うちから差し返してきた馬っていうのがアイロリットっていう馬で、アイロリットは能力的にはちょっとかなりのものがありますし、差し返す余裕があったっていうような感じなんで、 まあ、アイロリッドが相手だったとっいうところもあります、ね、でさらに毎日王冠の時のインディー・ジャンプはですね馬がワンペースな体つきだったんですよねですからもともとそんなに瞬発力タイプではないんですが、まあ、さらにワンペースな感じの馬体でもあってその分使える足が短かったり、まあ、効率よく伸びることができなかったっていうところもあったんでその分甘くなった部分もあったかなっていうような感じで まあ、前,前走の毎日王冠に関しては福永騎手本当に好騎乗したかなっていうような感じでインディンチャンプのあのデッキとしては最高の乗り方をして早めにっていうような形で、まあ、ワンペースのこの馬の足をいいギリギリまでうまく使ったかなっていうような感じではあったレースですね。で今回は仕上がり的には前走よりもいい足が使えそうですし乗りやすい感じにはなってますんで。 まあ消耗戦に近いような他の馬たちも止まってくれるような感じになるとさらにこの馬の末足のしぶとさっていうところは出やすいかなっていうような感じありますね、まあ、馬群を縫ってというか、まあ、うまく自分の行きたいところに行きやすいそういう客室っていうのもこの馬の強みでもありますしフィアノロマーノフィアノロマーノは特別出来が悪いとかではないんですが まあ,ある程度走れる仕上がりにはなっているとは思うんですが、まあ、休み明けでもありますし、あとはマイル戦線,線に入るとちょっと瞬発力が足りないかなっていうような感じでもあって、まあ,ある程度ペースが流れて私物さを生かせる、そういったような感じで、ドハマりでもしないと厳しいんじゃないかなっていうようなイメージがありますね。ペルシアンナイト。 ペルシャンナイトはですね、まあ一時期は年齢的な衰えが強くなってきたなっていうふうに感じてたんですが、まあでも前その毎日王家の時なんかは僕は本命にしてたんですが、まあそんなに悪くない内容なんですよね。まあちょっとシュタルケキシュが全然うまくなくてですね、まあ一回その大会解散の東京の時、その時だけやたらと調子が良かったんですが、それ以外の日はシュタルケキシュ 日本人ジョッキーの平均クラスよりも下ぐらいなそういったような感じの日が続いてましたんでその時にペルシアンナイトに乗ったような感じでもあって、まあ、大きなミスがあったとかはないんですけれども、まあ、なんか体も動いてなかったような感じでもありますしあとは、まあ、ちょっと馬場が良かったこともあってなるべくロスの少ない立ち回りをした方がいい中で背面外に出してしまっているような。 回り方をしててあそこもっと前に馬を置いて我慢して直線向き切ってから出すっていうような感じだったら3着はあったかなっていうような競馬ではありましたね、まあ、特に前の馬たちも止まらない展開でもありましたんであの辺細かいところで他のジョッキーたちよりも下回ったっていうような感じでもあって、まあ、ペルシアンナイトは東京コースがそんなに得意っていうような感じでもないんですがまあでもあれぐらいのメンバーだったら 三着は来れてたかなっていうようよな感じの能力は見せ,見せてましたねそれでさらに今回は一たきしたことによって前奏よりも少し良くなってる感じがありますし、まあ、前世紀のペリシアンナイトの素足のキレっていうのは多分もうないとは思うんですが筋肉の質とか体の動き衰えはあるとは思うんですが、まあ、でもだいぶメンバーもそんなでもないメンバーでもありますし そう考えるとですね、今のペルシアンナイトでもハマればっていうような感じはありますね。ですから、まずポジションを取りすぎないように中段か、中段よりも後ろから立ち回って、それでスムーズに坂の下りを利用して4コーナー前後スムーズに加速できるように、そういったような形で外に持ち,持ち込むような、そういったような競馬ができれば、構想、可能性としてあり得ると思いますね。まあ、ただ、まあ、やっぱりマーフィー騎手もですね、 京都競馬場外回りでのキャリアが浅いですし、このトリッキーなコースをどこまでクリアできるかっていうところで、まあ、坂の下りを利用するときってあんまり前の馬に突っかえながら下っていくとですね、息をつけられないときがあったりだとか、そんな感じで回って直線でもちょっと壁があるような感じになってしまうと、加速するのに踏み遅れみたいな感じになって、こういう飛びの大きい 加速するのに時間がかかるタイプっていうのは致命的なロスになりうる可能性があるんですよね。マイルチャンピオンシップをミルコ・デムロ騎手で勝った時もうまく後方で足を溜めて直線で馬群が奇跡的にばらけてワープできるようなそういったような進路取りがドハマりしたような感じで勝てたようなところもあって、まあ、そういうふうに、まあ、やっぱり、まあ、いろんなことが噛み合わないとっていうような感じのタイプでもあるんで この京都の外回りの坂の下りっていうのはいい方向に向けばすごくプラスにはなるんですが悪い方向に向けば致命的なロスにもなりうるそういうような両極端に響いいてくるよようううなななタイプの客室の客かなっていうような感じではありますねちょっともう一つ印を下げた理由がありましてそれはマーフィー騎手とかビューイック騎手とかこの辺のジョッキー打ちつきをしてしまう可能性結構あると思うんですよね。 まあ土曜日の KO 杯2歳ステークスでマーフィー騎手、外に出してれば三脚争いしてたかもなっていうような感じで、もう打ち付きをしてしまって、ラスト甘くなってしまったっていうのは打ち付きが響いてるんですよね。まあ、そういうふうに結構イギリス系のですね、ジョッキーってですね、そういうふうになんか、空いたとこ空いたとこ行くような結構進路取りが雑な時があるので、 まあフランスのッキの方がまだ丁寧な時が多いかなっていうような感じなんでそう考えるとそういうような、まあ、致命的な落ち着きのロスっていうことも可能性としてはありうるかなっていうようなところで割り引いて考えたところもあります。プリモシンプリモシンは、まあ、未勝利戦勝った時とかあの辺からずっと好きな馬で桜花、まあ、賞なんかでも本命にしてたぐらいな馬なんですけれども。 まずっとですねこの馬ある程度いい競馬をしてきたんですよね。着順が悪くてもその時っていうのはジョッキーがうまく乗れなかったりだとかいろんなことがあってっていうような感じだったんですが前走は初めてですね馬が走らなかったっていうような競馬なんですよね。で、まあ、走らなかった理由ははっきりとはわからないんですが馬場が中途半端だったりレース展開的にも 厳しかったっていうような感じがあって、それで足が止まらなかった可能性はあったんですが、まあそれにしても、まあその前奏を使って今回は良くなるかなっていうふうに期待していたんですけれども、追い切りを見た感じだと、なんか調子を崩してるのかなっていうような感じのバネが以前ほど感じられないですし、何より後ろ足のさばきがですね、ちょっと硬いんですよね。で、全体の動きなんかも、 スムーズさを欠いてるというか、まあ、追い切りの直線なんかでも、いい時のプリモシーンだったら、もっとスッと楽にいいフットワークで伸びるのに、なんか前に進んでいかないような感じのフットワークでもあって、まあ、これがまあ長距離ただ走らなくなったとか、そういうことだったらいいんですけれども、追い切り映像を見た限りでは、全然いい印象が湧かないんですよね。ですから まあなんか、今回は好きな馬でも印をつけられなかったっていうところがありますね。まあでも、もともと自力がある馬で調子さえ良ければここで重い印がつくような馬ですんで、そう考えると、ペースが流れたり、他の馬たちが苦しくなってくれたら突っ込んでくる可能性はあるとは思うんですが、まあ、どういった展開でも構想するっていうような、そういったような以前のプリモシーンの 力を出してくれるっていうような、そういったような信頼の置ける感じが今回は感じられないので、ちょっと今回は印がつけられなかったです。栗のガウディ。栗のガウディの前奏の富士ステークスはもったいない競馬なんですよね。まあ、直線の入り口のところでですね、待てなかった。バグの中に突っ込んじゃったっていうような感じで、完全に外差しの展開でノームコアとか、 レーエンダーがいた、あっちの方に行かなきゃいけない競馬なんですよね。ですから、東京コースなんかは特になんですけれども、直線でいかに捨てるところを作れるかっていうのが勝負の分かれ目でも,でもあって、あそこの直線の入り口、直線半ばまでのところは捨てていいところなんですよね。で、あそこを捨てて、とにかく落ち着いて外に出す、ノームコアの後ろからついてって、 直線半ば以降で足を使うその形をしてれば結構際どい競馬になってたっていうようなそういったような手応えでしたねですから単純な能力比較でいくと大差はないと思うんですが、まあ、コースが変わることとあとはレースの質がスピード競馬になりすぎた時そういった時に対応できるかっていうようなそういったような不安がありますねというのはちょっと左回りの方がスムーズなのかなっていうような感じが今はありますしあとは パンパンの量でですね、時計勝負、スピード競馬っていうような感じになると、不安がなくはないタイプでもあるんで、まあ、将来性はあると思いますし、現時点でも結構いい馬だとは思うんですが、その辺で少し印を下げたような感じですね。まあ、ただ、まあ、ベラボーに時計が速そうな馬場でもないですし、他の馬たちが後半苦しくなってくれるような感じだと、足が溜まれば、藤岡雄介騎手もオイルジョッキーですし、 まあ、とにかく右回りが苦手というわけでもない馬でさらに自力もあるということを考えると筋、まあ、量も少し軽いわけですから、まあ、一発あってもおかしくない馬ではあるかなとも思ってますね。アルワインアルワインの前奏天皇賞秋の盆走についてはあれだけのメンバーが揃っている中で時計も早かった中で外外を回って まっ、ねまあ、ただ、まあ、天皇賞秋の時なんかでもそうなんですが少し春と比べて気配が落ちてるかなっていうような感じでただ調子を崩してるのかそれとも年齢的に筋肉の質が落ちてるのかわからないんですが、まあ、全体的に破棄とか勢いっていうものを感じないところがあるんでそれが今回どうかっていうような感じですね。まあでも ま、天皇賞、秋よりかは出来は少しは良くなってるでしょうし、マイルの G1 ということで、ワンペース気味の競馬なんですよね。ですから、メリハリの効いた足とか、そういったものも特にそんなには必要ないかもしれないですし、ムーアき手ですんで、うまくというか、強引にでもですね、持たせるっていうような、そういったようなしぶとさを生かすような競馬ができる、できうるかなっていうふうに思いますんで、 まあ相手もそんなに強くはないですし、あるアインの自力を考えると、しぶといところが出る可能性はあるかなっていうふうに思いますね。まあただ、思い印を打ったり本命を打つほどの強調点はないかなっていうような感じなんで、まあ、ポジション取りと進路取りがはまってしぶとさ、そこでどこまでっていうようなイメージですね。カテドラル。 カテドラルは前奏の富士ステークスの時は思ってたよりも出来は良かったんですが、まあ、とにかく外差しの展開で打ちをついてしまったっていう進路取りの大きなミスがありましたね。まあ、大体外差しの展開で打ちをついてしまうと途中まではいいんですが、ラスト100とか50とかゴール前のところで入れ替わる、そういったような感じにほぼなりますね。で、まあ、そう考えると いい足を使った方ですし、足の使い方によってはですねもっと着差は縮まったかなというような感じですんで、まあ、このまま足さえ溜めればですね足さえたまればいいところがあるタイプっていうのは、まあ、以前からあることなんでここに関してもですね足さえ溜まればっていうような感じはありますね、まあ、ただその気象が激しかったりだとかですね まあなかなかその恐る恐る乗らなきゃいけないっていうような感じの馬でもあってとなると g 1の流れの中で足がたまるかどうかわからないそういったような信頼の置けない当てにならないところがあるんですよねその分なかなか重い印を打ったり本命打ったりはできないんですが、まあ、京都の外回りですんで足さえ溜まれば力さっていうのはそんなにはないと思うので。 騎手は京都を知り尽くしてるジョッキーですんで腹くくって後方で足を溜めて直線だけっていうような死んだふりの競馬がはまる可能性は十分あるそういったようなメンバーではあると思うんで、まあ、そういう意味で手広くだったら抑えておきたい馬かなっていうふうに思うんですが足が溜まらず自滅して全くっていうふうになる可能性もありうるタイプではありますね。モズアスコット モザースコットについては最初にある程度喋ってしまったんですが、まあ、とにかく誰が乗ってもそれなりには走ることが多い馬ですねでもやっぱりですね超一流ジョッキーが乗ればギアの上がり方とか最後のひと伸びとかそういったところは違うと思いますし、まあ、安定性も増すかなというような感じで、まあ、本来だったらフランキー・デッド力士が来日して乗る予定だったみたいですねですが 気象停止になってそれで気持ちが切れちゃって日本に来るのをやめようとしたのかなっていうような感じでそれで結局は遅れてこのあと来るんですけれどもモザー・スコットの騎乗予定はなしになったっていうような感じですね。とにかくこの馬に関してはですね一つ抜けたものがあればいいんですがそこまで抜けたものがなくて素足の切れでもトップクラスとまではいかないんですがまあでもそれなりにいい素足がある。 能力に関しては、ここでは上位のものがあるんですがただちょっと不器用なところがあったりだとかハマりきらないと能力を出し切れないっていうようなタイプでもあって、まあ、そういった意味で、まあ、やっぱりちょっとずつマイナス面はあるんですがただ今回 g 1の流れになることによって前走よりかはハマる可能性があるかなっていうような感じなのと まあ、マイルに伸びてダイアトニックあたりと比較するとちょっとモザースコットの方がですねこの条件に変わって少しプラスが出てくる可能性があるかなっていうようなところ、まあ、この秋は出来もいいですし、まあ、そういう意味で人気もないですし狙ってみたいっていうような感じでもありますねタイムトリップタイムトリップはですねこの馬に関しても 何度か取り上げたというか、まあ、重症で勝ち負けできるチャンスがあって、その時本命にしたんですが、まあ、その時に思いっきり前が開かずっていうようなすごい不利を受けて、全く力を出し切れずとか、そういう不運があった馬なんで、まあ、短距離だったら、1004以下だったら、重症勝っててもおかしくない、そういったような評価をした方がいいと思いますね。で、そういった中で、 好不調の波も激しいんですが、ここに来て敵の方を戻ってきて、まあ、前走なんかもそれなりに競馬してましたし、ハマったら掲示板とかあってもおかしくない馬とは思うんですが、でも基本的にはもうちょい短い距離がいい馬ですし、足をために溜めてっていうような感じで、どこまでハマるかっていうような、そういったような力関係でもありますんで、なかなか印までは打てないですね。ダノンプレミアム。 ダノンプレミアムはですね、まあ3着以内とか掲示板とか、その辺を狙うんだったら、まあダノンプレミアムは、まあここだったらっていうような感じは少しあるっちゃあるんですけれども、でも能力は高いんだけれども強いっていうような感じの馬ではないですね。天皇賞秋に関しても、まあアーモンドアイは置いておいても2着した理由っていうのは川田騎手の後期情があって、 4コーナーから直線の入り口あそこで先に大胆に仕掛けたっていうのが最後まで響いたかなというような感じでサートルナーリアのスミオン騎手とかは少し遅れてましたしあとはアイロリッドがですね、まあ、ちょっといつも以上に反応が悪かったというかですね直線の入り口のところでそこで後続に割ってこられてしまって競馬が終わったような感じになって。 まあその分差し替えされきらなかったっていうのがダノンプレミアムかなっていうような感じですね。まあ、アイロリッドは能力を余してああいうき難しいというか本気で走らないところがあったりとか不器用なところがあってああいうような感じになっただけであってダノンプレミアムの方がアイロリッドよりも強いかというとその可能性は僕は感じないっていうところはありますね。でもやっぱり、まあ、これぐらいのメンバーだったら 能力だけで押し切れる可能性もあるかなと思うんですが、まあ、スピードはいいんですが瞬発力ということに関してはここで抜きん出たものがあるわけではないですしさらにゴール前での勝負強さという意味でもその勝負強さもダノンプレミアムにはあるわけではないので 天皇賞秋がただ距離で止まったとかコースで止まったとかというものではなくてダロンプレミアムは本質的にですね足の使いどころを間違っちゃうと甘くなるそういうようなタイプではあると思いますねまあ京都の同じ条件でマイラーズカップだったかなんだかでそれなりの競馬して押し切ったんですがその競馬なんかもまあ絶対何回やっても勝つっていうような内容かというとレース展開と 乗り方っていうところもうまくフィットしたかなっていうような感じでもあって、まあ、こういうような g 1レースで横綱相撲をして受けて立つっていうようなそういったような強さっていうものは持ち合わせてないかなっていうような感じですね。この馬の理想としてはですね、まあ、いかにもなマイルのスピード競馬っていうような感じになって他の馬たちが対応しきれないそれぐらいになってくれた方がいいと思いますね。 ですからもしペースが落ち着いたりだとか全体のレベルが落ちそうになったらもう自分で早めに行っちゃうぐらいでもいいと思いますね。まあ、そこまでしないと、まあ、変に綺麗に回ってきてっていうような感じで素足勝負とかそういうような感じになったら他の馬たちに救われる可能性もありうるかなっていうような感じですし まあ、とにかく人気してて飛びつくほどの馬でもないなっていうような感じではあるんですがでも逆を言うとここで原能力の能力も高く評価しているように、まあ、単純にそのスピード能力が響いたなっていうようなそういうような展開やレースになったらダノンプレミアムで良かったなっていうような感じになるかなというようなところもありますね。 ダイアトニック。ダイアトニックは前走を勝ったスワンステークスと比べて200メートル距離が伸びる。これに関してはそこまで大きなマイナスがあるとは思ってないんですが、まあ、やっぱりマイルに伸びることによって、ちょっと素足の質っていうところでですね、もうちょっと切れ味があった方がっていうような展開になりうるということ。あとは他の馬たちもですね、ちょっと前走よりも メンバーが強くなってて、それなりの素足持ってる馬たちもいるんですよね。となるとダイアトニックの素足が一頭だけ際立って出てくるかというと、まあ、やっぱりはまらないとダイアトニックの素足だけがすごかったなというような感じになる可能性は低いかなっていうふうには思うんですよね。で、さらに前走のスワンステークスも外枠で苦しい競馬だったとはいえ、なんだかんだ言って足を溜めることができましたし、まあ、スミオン騎手が追えるっていう、 そういう中で今までにないぐらいのいい足使ったんですが、まあ、前走みたいにうまくいくかっていうようなところはありますね。でまあそういった中でも追い切りを見たら前走を勝ってさらに馬が勢いづいたというか、まあ、やっぱりスミオン騎手が乗ることによってレースで馬も馬自身もびっくりしたぐらいないい競馬ができたんじゃないかなっていうような感じがあって。 馬になんか今までにないような自信みたいなものも多分ついてるのかなっていうような雰囲気を感じられますんでそこはプラス材料なんでそう考えるともしかしたら前奏以上の期待が持てるっていうことを考えると本命にしてみてもいいかなっていうふうに思うところはあるんですが、まあ、ただ、まあ、やっぱり人気的なものやあとは、まあ、色々想定していくとモザースコットの方が少し 構想しやすいそういったような客室馬のタイプではあるかなっていうような感じでエメラルファイトエメラルファイトは前走のフジステークスの時仕上がり良かったですし能力的にもですね極端に劣るっていうような感じではなかったんですが、まあ、やっぱりジョッキーの差が出たかなっていうような感じですね、まあ、ちょっと馬場が渋ってたことによって直線終える あとは重症で乗り方を知っているジョッキーたちの方がですね直線違ったかなというような感じでもあるんでまあ単純な能力比較でいくとここでももちろん乗り方によっては足りる可能性はあるかなというような感じですねでッキの方は前走も良かったんで極端に上がった感じはないとは思うんですがまあ引き続き出来は良さそうですしまあコース的にはまあ 右回り左回り関係ないタイプかなっていうような感じで平坦は比較的合うかもなっていうような感じでもあるんでまあそういった意味で前目の方で流れに乗ってばらけて縦長とかワンペースに流れてくれたらこのままのパンチが足りないところですね瞬発力が足りないところとかカバーできるような感じになったらいいところ出る可能性はあると思いますねまただやっぱり前走に引き続きまあジョッキーの差っていうものもありますしモザースコットみたいに ジョッキーが誰が乗ってもっていうようなそういうようなポジティブに考えられるタイプの馬でもないので、まあ、可能性としてはなくはないんですが手が伸びないっていうような感じですね。レイエンダーレイエンダーは前走富士ステークスの時に本命にしててで思ってたよりも後ろになったんでまあ、ちょっとあれっていうような感じはあったんですがただ スミヨン騎士が乗ってたんで、まあ、直線勝負さえしてくれれば伸びてくるだろうなっていうふうに思ってましたし、まあ、その通り伸びてはきたかなっていうような感じですねで、まあ、この馬に関しては、まあ、やっぱり大物感はないんですけれども、まあ、今回相手がそんなに強くないっていうことと京都の外回りコースでもありますんでハマればですね十分足りるそういったような感じの条件なんですよね 最初に重症を使った時なんかは、まあ、本当に過大評価されてたんで、結果を見て、あれ、そんなでもないなっていう風に、評価がガラッと変わった時はあったとは思うんですが、なんだかんだ言って重症を使ってきてますんで、そういう中で徐々に自力はつけてきてますし、まあ、今回、ルメール騎士が乗るっていうのも心強いので、ハ、ま、マ、あ、ればなんとかなるっていうようなメンバーでもありますんで、手広くだったら抑えた方がいいかなっていうような感じはあるんですが、 まあパンパンの量で外枠ということになると、まあ、どっかでうまく足が溜まらないと、はまりきらないとっていうような力関係ですし、まあ、大胆に下げて直線一気はめるか、それか出していってばらける展開とか、まあ、そういうような積極的な競馬がはまるかとか、どっかでうまく打ちに入れられるとか、な,なんか、運の、運がついてこないとっていうような感じでもありますんで、なかなか 思いままでつけられなななかかったううような感じはありますね最後に僕の馬券の買い方についてなんですが本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんでモザ・ースコットの副賞が買います、まあ、モザ・ースコット人気ないですしまあ大混戦ということで相手絞れないので基本はモザ・ースコットの副賞ですねもう9割ですね9000円モザ・ースコットの副賞を入れて単焦、まあ、買うほどではないのでまあ 根拠がないので短所は買わないですね。でまあ、生まれは一応下のを絞ってますんでそこに100円ずつでも絞ってまああまりオッズがつかないところを少し集めっていうぐらいでいいかなっていうような感じですねだいたい万馬券かな半分以上は万馬券かなっていうような感じですんで、まあ、100円ずつ買っててもくればっていうような感じではありますね。 まあ、とにかく大混戦でどこからでも入れるような競馬ですので皆さんはお好きな馬から入ってっていうような感じでもざすこともお勧めできないっていうような感じですね。以上です。失礼します。